参加するトーナメントを選ぼう。遊びたいバトルを選ぶんだ。バトル決定。トーナメント1回戦が始まるぜ。始まりました、ギラバカップ。さあ君、これは強そうだ。続いて、これは強そうだ。ラウンド1、はい、追い勝ち発動のチャンスでござる。必殺技の手に勝ちたいでござるが、何くらえ。ヘルクレスオーカーの攻撃、ワンピーグレイト、痛烈な攻撃だ。追い勝ち発動のチャンスでござる。相手は出す順番に、そこだ。ヘルクレスオーカウトの攻撃、ワンピーグレイト、決まった。これは強烈なダメージ、ついに KO。 ラウンド2、はい、炎の V ガジェ発動。相手の必殺技の手に合わせてアイコ狙いしてみるでござるか。やばい、エティウス平田クアレタの攻撃、ワンピーグレイト、これは耐えられるか。うちはヤンマ、これは耐えられるか。注意でござる。勝つのはどちらだ。あやつ、必殺技を温存する戦闘でござる。そこだ。ヘルクレスウォーカーの攻撃、ワンピーグレイト、痛烈な攻撃だ。追撃発生、これは耐えられるか。一旦中、相手の技をランダムで封じる。アイコ決着か。君のバトル、虫を網で捕まえよう。今回の当たり虫はこれだ。当たり虫が取れるといいな。はじめ、レバーで網を動かそう。ボタンを押すと網を振るぜ。よし、ノーマルゲット。あと2回、よし、ノーマルゲット、あと1回、よし、ノーマルゲット。なんと大型だ。終わり。よし、3匹の虫を捕まえたぜ。しばし待たれよ、良いものを見つけたでござる。やった、レアアイテムだぜ。最後に1枚カードができるぜ。ギナムカード決定。またよ、先ほど見つけたゼリーを使うでござる。おお、これはすごいカードになりそうだぜ。カード作成中だぜ。かかってこい。私はマスターブレック、君の強さを見せてくれ。はじめ、ボタン連打だ。もっともっと連打だ。そこまで、ミラクルな連打だったぞ。スタンプをあげよう。